はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。1時15分を回りました。4月24日土曜日、まったりとした午後でございまして、薄日がさしていますね。今ね、ちょうどいい感じでございます。そよそよと風が吹いています。はい、さて、ニューズウィークでございまして、23日、昨日のですね、17時41分に上がった記事ですね。訪米控える韓国ムンジェインの苦悩、民主主義と人権に反する愚行と米機械に切り捨てられ、と。まあまあ、目新しい話ではないんですけど、ちょっと読んでいきましょうか。江英樹さんっていう、デイリー NK ジャパン編集長、ジャーナリストですね。デイリー NK ジャパンより天才って書いてあります。デイリー NK ジャパンに出てる記事なんでしょうね。5月下旬に訪米し、米国のバイデン大統領と首脳会談を行うムン・ジェイン大統領だが、アメリカでの居心地は悪いかもしれないっていう。ちょっと読んでいきますね。チョンワでは16日、ムン・ジェイン大統領は5月下旬に訪米し、米国のバイデン大統領と首脳会談を行うと発表した。カン・ミンソク報道官は、強固な韓米同盟の持続的発展などについて深く議論することになると強調したが、内心では気が気でないかもしれない。強固な韓米同盟の持続的発展について議論するんですか。したらええやん、やったらええやん、すべきやわ、ほんまに。で、このね、5月下旬に訪米するというのは、昨日も言いましたけども、愉快なお隣さん側で発表してるわけであって、アメリカ側の発表にはありません。ほんまかいなと思うんですけどね。なんか火が出てきた。愉快なお隣さんというのは、何事もね、自分に都合のいいように解釈して、勝手に発表する癖があるんですよ。で、もしかしてこれはね、愉快なお隣さんがアメリカ側に対して5月下旬の訪米を打診している段階かもしれないですね。アメリカ側は OK という返事は出てないんですよ。出てないのに、勝手に発表しているという可能性はありますよ。可能性。はい、続けましょう。日本政府が東京電力福島第一原発の処理済み汚染水を海洋放出する方針を決めたことに対し、韓国政府は猛反発、米国に理解を求めたが、訪韓したケリー特使に突き放されたのは周知の通りだ。これね、さっきね、他のメディア見てたらね、日本大使館の前でね、向こうの女子大生がね、断髪して攻撃、髪をキャッて切ってね、抗議してるんですよ。何なんでしょうね、ここに出てますよ、ケリーさんがもう剣もほろろにですね、そんなことはできひんって言って、あれしたわけですけど、どういうんでしょうね、やっぱり一番問題あるのはね、愉快なお隣さんのメディアがきちんと報道してないんちゃう、報道してない、そうですね、正しい情報を伝えていないのが一番の問題だと思うんで、自分たちがね、日々放流してる原発の処理水の方が、うんとこさ濃度は高いわけなんですね、トリチウムの。そういうことを知ってるとね、日本大使館の前で髪の毛切ってとかっていうのは、ものすごいこれって、コントにしか見えないわけですね、我々にとっては。でそれを真面目な顔してやってって、日本に対して抗議ってやってるっていうのは、全部の事実を知ってしまったらですね、本当になんていうか、コントより悲劇に近いわけですね。いや、それをね、でも、断髪としてまで抗議する女子大生にそこまで思い詰めさせるって、やっぱり情報不足ではないんかなと。まあ、熱しやすい民族性っていうのもあるのかもしれませんけどね。ちょっと飛ばしましょう。北朝鮮の人権問題だ。米議会で非常に思いを持つとされる米下院トム・ラントス人権委員会が15日、韓国の市民的政治的権利、朝鮮半島の人権に及ぼす影響をテーマにオンライン聴聞会を開催。その場では韓国国会で昨年末に成立した対北朝鮮ビラ禁止法に対する批判が飛び交った。ちょっと飛ばしますね。
そうですね、あれ、最後の方を見きましょうか。こっち、今、同意の公聴会について、韓国政府は表向き気にしない態度を見せている。気にしない態度ってどんな態度なんていう。しかし、その実、対北ビラ禁止法を管轄するイニョン統一省は相当に焦っており、米国の批判にどう対応したらよいのか、と今になって北朝鮮の人権問題専門家、に助言を求めている括弧消息筋という、ムンジェインさんという方がね、北の労働党秘密党員やという話は2年ぐらい前に出てきましたけど、まあ多分そうだと思います。で、彼の外交方針っていうのはひたすらね、北と仲良くして一緒になるということなんですよ。で、北の向こうにいる中国とも仲良くするっていうことなんですね。で北べったり、北との融和を第一目標にしてやってきたんですけども、もうことごとく失敗しました。で、中国からバカにされてですね、日本とは自ら関係を悪化させてですね、アメリカには呆れられてという関係にありましてですね、アメリカも半ば呆れています。あいつらしゃあないわという感じですね。で、まあ外交的にはもう何の成功もないです。何の成功もないんですけども、そのことを愉快な隣さんの国民は理解していないんですよ。なぜかっていうと、やっぱ報道ですね。やっぱ相当報道に問題があると思うんですよね。現実を報道しない、自分たちの国にとって都合の悪いようなニュースは報道しないし解説しないという、まあそれでですね、あの国の方々に間違ったイメージを植え付けているというところは大きいと思いますよ。で、最後こんなんですね、最後かな、最後ですね。ウイグルやチベット、香港の人権問題で中国を激しく圧迫するバイデン政権は、激しく圧迫してないんですけどね、北朝鮮の人権問題にも厳しい態度を示している。公聴会での反応をホワイトハウスが救い上げるならば、対北融和を、対北融和っていうんですか、を優先し、人権問題から目を背けてきたムン・ジェイン氏は、米国で極めて居心地の悪い思いをすることになるかもしれないと。これでこのニュースは終わってるんですけど、あの、味噌はですね、これ、貼りません。貼りませんから探してくださいね。ニューズウィークの昨日ですね、23日、訪米控える韓国とムン・ジェインの苦悩、民主主義と人権に反する愚行と米機会に切り捨てられた、居心地の悪い思いをするというふうに書いてあるんですけど、そもそも行けるのかなということですね。バイデン政権、外国首脳とは今菅さんと会っただけですね。あの仲のいいイギリスのジョンソン、アメリカとイギリスは仲いいんですよね、当たり前ですけど、のジョンソン氏ともいまだにこう対面では会ってね、まあしょっちゅうスカイプとかやって、スカイプかズームか知らないけど、あれではやってると思うんですけども、電話とかではしてると思うんですけども、対面したのは菅さんだけということになります。で、ムン・ジェインさんが来月下旬に行くというふうに愉快なお隣さん側で発表してますけど、そんなんほんまかどうかわからんのが第一と、あとムン・ジェインさんはその北との融和を考えるあまりにもう何でもありできたんですね。いわゆる、お隣さんは自由と民主主義側にいるはずなんだけども、それを一切無視してですね、北と融和することを第一にしてですね、北がこのビラは、北のね、キム・ヨジョンさんっていう妹さんですね、あの人がもうけしからんとかで言うたら、すぐに、はい、法律作りますって言って、法律作って禁止してるわけであって、でその自由と民主主義であり、人権擁護というのはですね、西側の共通の価値観であり、これはおかしがたいもんなんですね。でそれをね、簡単に原理原則を曲げてるというところに、ムン・ジェインさんの、このどう言いますかね、こう理解の浅はかさがあると思うんです。本当にあの人弁護士なのに、法律を分かってないんちゃうかなという気がしますね。そこは大原則で、それを曲げるっていうのは西側世界では許されないことなんです。
それをもうやすやすと曲げてですね、対北ビラ禁止とか言って、その名目が周辺の住民を守るためやとかで、どこがやねんっていう話ですけど、もうこじつけもいいとこであって、それをアメリカの議員さんたち見事に見抜かれてですね、でそういうふうな公聴会開かれてですね、もうムン・ジェインさんに対する非難ごうごうがあるわけですよ。でバイデン政権っていうのは民主党の政権でございますから、人権問題はとりわけうるさい。カマラ・ハリスという副大統領もそれに関してはもううるさいわけでして、そこへのこのこと出かけていってキャン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 言われたらですね、居心地悪いところちゃいますよ、はっきり言って。でそもそもあれですね、ムン・ジェインさんとムン・ジェインさんがアメリカに行って何か話をするとい う重要な議題っていうのはあるんかいなという気がしますね。もはやアメリカはですね、ムン・ジェインの愉快なお隣さん、をですね、同盟国とは見なしていないんです。形の上だけの同盟国であって、こう踏み絵を迫られるわけですね。お前どっち行くんやってのこのこ出かけていくとですね、何のために出かけていくのかなと思うんですけど、単に日本への対抗上、日本の菅さんがあったから俺たちも行かなあかんねんということだけであれば、あまりにもその愚かな行いだと言わざるを得ないですね。まあまあ、この件に関しては日本にとっては関係ないっちゃ関係ない話なんで、まあ見てるしかないわけですけど、ムン・ジェインさんのやることなすことを全てこう裏目に出るというか、分かってへんな君はというのを感じるニュースですね。はい、探してください。ニューズウィークでございます。あるいはデイリー NK に出ていますね。もう一度言いますと、訪米控える韓国、ムン・ジェインの苦悩、民主主義と人権に反する愚行と米議会で切り捨てられて、という記事でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。